deal. Umi, SMG, fire! ということで、ここは東扇島東公園というところに来ました。島ですか、ここ。まああの大きい島ですね。埋め立て地だと思いますけども、うん、基本的に倉庫街ですけど、その中の一角に公園があります。うん、素敵な公園です、ね。なんとビーチもあります。あれ、水着のお姉ちゃん、ね、はいないですね。泳げないです。ね、見てください。あれ風の塔と言いますよ、ね。海ホタルのトンネルの排気口ですあれ。だからあっちは東京湾ですね。そういうことですね。で、この川崎の海です。あら、はい。なんでここに来たんでしょうか。わかった。あ、なんでしょう。公園だからサッカーをするしませんね。しないのか。ですね、何を隠そう、はい、川崎のこの、まあここではないんですけど、はい、このすぐ近くにマシンガンズのスタートの地があるんです。え、とマジな話であるんです。スタートの地です。スーパーマリオでいうと1の1ですか。そうですね、1の1です。やばい、1の1があるんです。どこに説明した方がいいですか。まあまあ、じゃあ説明しましょう。お願いします。後で編集するかもしれませんけど、はい、ここの川崎のまあまあ振り返ってあっちの方にちょっとね倉庫街が実際あるんですけど、はい、夜中に機材車に乗ってセックスマシンガンズの一番その東京に来て一発目のセックスマシンガンズが お金がないから、はい、機材車の中で練習してたのがあそこなんです。ほう、ここまで来てたんですね。来てたんです。ちなみにその当時僕は大田区に住んでまして、はい、マッドパワーというドラマーが、川崎に住んでまして、で迎えに来てくれた。でまあみんな下手やから、うん、スタジオで練習した方がええけどスタジオ代ないから、うん、この倉庫街に行って、はい、夜中ですよ。練習ドラムパッドもあるけど、うん、家では叩けないじゃないですか。うるさいですかね。で機材車に積んで、ね、僕はそのちっこい電池で動くアンプを持って、おのマッドパワーと2人で練習してたのがすぐその辺なんです。あれあらあら、あれ外で、外じゃん、機材車の中よ。中で、うん、え、そうそう、だから倉庫街のあのまあ夜だから誰もいないでしょ。そうですね、いないですね。そうです。その当時はねドリフトしてるやつがいっぱいおりましたね。隣でキーキーってやってる隣で練習して、それが許されてた時代なんですね。許されてました。いや許されてはなかったと思います。はい、なのでここに来ました。わあ、じゃあこれ、まあまあだから我々のヘビーメタルの発祥といっても過言ではないんです。そのステップアップするための第一弾目、うん、なるほど。だからまあこれをね SMG ファイヤーの割と初回ではないけど、うん、ここから始めようじゃないかって、そういう意味で来たかったんですね。最初に、じゃあ最初のクリボーはどこにいるの。クリボーはいません。移動してきました。はい、ここはどこで、あ、ここが本当に練習していた場所です。あ、ここ次のっていうことなんですけど、そういや、まあまあ正確な場所はあれじゃない、まあ言えないなんで、こういう感じのところに止めて、まあまあこの倉庫街のどこかでやってたのは間違いない。こんなところがやっぱ人です。まあもちろん誰もいないし、今昼間なんでね、あれですけどね、はい、今度夜じゃあやってみますか。やってみます。例えば夜音出して怒られないところとは。